バベル裁判所。俺は北見なお、ブラックロードを続けるサラリーマンだ。北見、これやった？ねえ北見、北見、北見、北見。はいはい。もう深夜2時なのに係長から名字を呼ばれ続けて頭がおかしくなりそうだった。こんな日は酒を浴びるように飲みたい。だが俺には厄介な特殊体質がある。貴様なんてことしやがる。これが俺の人生だ。辻斬りだ。いやー、酒に酔うとリアルな夢を見るのだ。痛みや苦しみも感じる最悪なタイムスリップである。それでも今日という今日は飲まなきゃやってられない。北見ちゃん大丈夫？北見ちゃん。みんな北見北見うるさいな。もう安らかに眠らせてくれ。っていうか北見って何？北を見る？は？南見でよくない？なんてことを考えながら眠りに落ちた。目を覚ますとそこは合戦場のど真ん中だった。アイム丸腰、アイム丸腰。馬と刀と槍、鉄砲は見当たらない。時をかけるおっさんな俺はどうやら戦国時代初期に飛ばされてしまったらしい。スーツ姿の俺はとにかく目立って仕方がない。すぐに捕らえられ親玉の元に連行された。初段は上様にお決めになってもらう。俺は怪しいやつじゃない、信じてくれ。正直に説明すれば助けてもらえるかもしれない。俺は必死だった。幸い本陣にいた武将は優しそうな雰囲気だった。どなた？名は何という？俺は北見直と言います。北見？貴様今北見と名乗ったか？だが俺が名字を名乗った瞬間雰囲気が一変した。優しそうだった武将も一瞬で豹変し、こやつは真っ赤な嘘つきだ。今すぐ首をはねよう。このまま殺されるくらいなら、待って、逃げるな。なんてやつだ。このままでは助からないと見た俺は足軽の隙をついて逃走。本陣の前に流れていた川に身を投げ出した。流れ着いた先で幸運にも俺は農民に救われた。お、大丈夫か？どうやら北見姓は幕府からもらう由緒正しいものらしい。名字を名乗った？そりゃまずいよ。この時代名字を名乗るのは支配階級の特権で、庶民は自称することを自粛していたという。とはいえ実際には区別のため多くの庶民が自分の名字を持っていたと考えられる。ありがとうございました。名前は？俺は五郎だ。山本の五郎。山本のように住んでいる地形が名字の由来になった例は非常に多い。しかし現代人の俺がこの時代で逃げ隠れするのは難易度が高すぎた。ん？いたぞ！構わん！切り捨てろ！うわあ！俺はあっという間に追手に見つかり切り捨てられて気を失った。気がつくとそこは元のバーだった。って、何度死んでもなれないな。ちょっと大丈夫？顔色が悪いけど。今までのパターンからすぐ現代に帰ったらまたタイムスリップさせられる。当時のことを調べることにした。当時の社会風俗や礼儀などを調べていると名字のルールが目に留まった。ほほう、やっぱり名字には特権意識があって、歴史上かなりの期間庶民は気軽に名乗れなかったんだな。俺はいつの間にか名字の奥深い世界に興味を惹かれていた。そもそも名字の始まりは平安時代、朝廷で実権を握った4つの氏族、藤原、源、平、立花が名字の始まりだと言われている。これら4つを合わせ源平統吉と呼ばれ、実は7割の日本人はこれらの氏族にルーツがあるらしい。現代まで子孫が残っているという事実だけで先祖が立派だったはずである。しかし都で活躍する人間がほぼ同じ名字になってしまい、九条の藤原さんと一条の藤原さんは仲悪いらしくて。ああ、九条さんと一条さんね。面倒だしそれでいっか。次第に今日の地名などから区別されるようになっていったという。つまりこれらの名字のものはルーツをたどれば元は貴族だった可能性が高い。名字に特権意識が生まれたのはその後の鎌倉時代あたりからだという。気安く名乗った俺がうかつだったな。次は名乗らんぞ。というか酒自体はやめられません。名字について勉強していい気になった俺は知識をつまみに飲んでいた。ここは？お？あら、いい男ね。目が覚めると目の前にストライクゾーンど真ん中の女性がいた。ねえあなた、名前は？それはだな、タイムスリップの際にうかつに名乗るのは危険だ。どうしたものかと困っていると。今時名字を名乗ったくらいで捕まりゃしないよ。そうなの？話を聞いたところここは江戸時代の末期。この頃も庶民が公的に名字を名乗るのは禁止されてはいたものの、利便性の面から私的に使用していたのだという。酒好きという共通点もあり俺たちはすぐに意気投合。
せっかくだし飲み明かしましょう。ところで君の名前は？おりんよ、佐藤家のおりん。彼女のように富士の名が入った藤原氏に由来を持つ名字は100種類以上あるらしい。俺は彼女のつてで郵便の仕事を得て多くの人の名前を見るようになった。はいよ、鈴木の源次さん、郵便だよ。次は高橋の亮さんか。地名を由来とする呼び名が名字となっている例も非常に多く、前述した地形由来の名字とツートップだ。田が多い場所なら田中さん、谷の近くなら谷さん。住む場所の地形の特徴を捉えたのが地形由来名字だ。これ太郎に届けて。ほら、綺麗な田んぼの近くの。ああ、吉田の太郎さん。特徴的な地形はそのまま地名になりやすい。それが地名由来名字のもとである。生活が安定し、気づけばおりんと生活を共にするようになっていた。じゃあ仕事に行ってくるよ。今日も手紙がいっぱいだ。地名の他にも位置関係や職業が由来の名字も手紙にはたくさん載っていたものだ。集落の西で西村さんなど位置関係由来の名字は方位上中下がつきやすい。川上さん、中川さんはいいが下川さんもある。遠いなあ。いっそ船で届けたろか。また旗織りに従事していた綾部さん、養鶏していた鳥飼さんなど職業由来の名字も多い。そしてオリンに出会った日から2年、俺たちはついに結婚した。オリン、愛してるよ。これから君は佐藤じゃなくて北見凛だな。え？結婚したら当然名字も変わるものと思っていたのだが。え？それもどうやら現代人特有の感覚らしい。楽しい結婚生活は続き、時代は明治に。身分制度は廃止。そして戸籍を作るため全国民に名字を義務化します。マジかよ。明治8年、明治政府は名字必勝義務令を発布。全ての人が名字の登録をしなければならなくなった。江戸時代以前から名字を使ってきた人や持っていた人はいいが、問題は自分の名字がわからない人である。住職様、とにかく縁起のいい名前をくれ。責任重大だな。そんな場合、地元の名主や寺の住職に決めてもらう者もいたという。また地域や集落で連帯感を表すためみんなで名乗ることもあった。俺は山田だ。いい名だろ。ああ、じゃあ俺も山田だ。そして大抵の一族は同じ地域に集まりがちであり、必然的に地域の中でメジャーな名字が生まれたのである。中には自分で独自に考える人もいた。あの、郵便に不便なんでそろそろ名前決めてもらえませんか。山のないこの里から月を見るのが好きだから、月見里にしときます。読みは山梨かな。は？希少な名字はこうやって生まれるのである。の珍しい地名や独自の発想などから考え出された結果、現代に続く名字の種類が爆発的に増えた。なんて読むんだこれ。30万種と言われる名字の中には由来が解明されていないものも数多く存在するという。そして明治31年、民法の施行により夫婦同姓。私の酒飲んだな。もう北見なんて名前捨ててやる。勝手にしやがれ。つまらない夫婦喧嘩で家を飛び出した俺は酔って道で眠ってしまい、馬車に轢かれあっけなく死んでしまった。明治民法によって定められた夫婦同姓の原則は現代の多様化する家族関係に不適当だという声もあり、夫婦別姓が求められている。今では当たり前の名字だが、歴史の中では紆余曲折があった。たまにはじっくりと自らの名前と向き合ってみてはいかがだろうか。皆さんの名字のルーツは分かりましたか？コメント欄で感想を教えてください。法律は知らなかったでは済まされません。法律は知っている者の味方なのです。